どうも、エルザーです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、新しくマップが変わってという感じで、音楽も変わりましたね。心境の変化に合わせて、なんか物語も変わったようなとか、音楽も変わってきたような感じですね。あ、こいつは、厄介そうだな。飛んでくる敵はちょっと厄介だね。初見殺しがあるからさ。ほんと。さあ、取ってくる。OK。暗っ。おお。火は暗闇を照らします。ということは。ああ、ほんと暗いね。いやー、ちょっと嫌な感じのギミックだなー。撮ってるね。よし。じゃあ王子、ここまでちょっと火を持ってこ、あら、取れなかったか。火を持ってこよう。おお、明るい明るい。いや、ほんと火は大事だね。上まであるか。結構高いね。2段階ぐらいあるね。よし。とりあえず1つ目の中間地点を曲がろうかな。あ、なんもない。まさかの。これどこまで行けるかな。ちょっとキノコでかいんだね。あ、火があっただけ。つなぎか。いくら見ようがって感じだな。あー、じゃあちょっと、あー、これ戻れるかな。戻れぬね。ちょっと気になったところ見つけてしまって、あ、なんか花畑っぽいのがある気がする。そうか、王子連れてきてたらいけたかもね。まあ仕方ない。意外と一回失敗したら敵なの多いんだよね。さ、一旦こっち側に逃げて。ちなみにあの黒い子たちは火は苦手なのかな。はあ、月の光。これ月の光なんだ。はあ、今びっくりした。普通にこういうことか。月の光に気をつけてはそういうことね。
姫は王子の手を引いて洞窟を進みます。いつも王子に危険が少ない道を歩くように注意している姫ですが、この時は運悪く王子の足元の地面が崩れてしまいました。王子、姫は王子の手を握っていた手に力を込めます。でもか弱い姫の力では王子を引き上げることはできません。狼の姿に戻れば簡単に王子を引き上げることができるでしょう。でもそんなことをしたら王子の握る姫の手がみるみる狼の手に変わったとしたら、王子に嘘がバレてしまいます。姫は震える手で必死に王子を引き上げようとします。でもそれも長く続きません。姫は力尽き王子の手を離してしまいました。どさ、あっと姫は慌てて王子が落ちた先を覗き込みます。そこには少しくぼんだ穴の中で倒れる王子の姿。姫の頭は真っ白、息も止まりそうです。ですが王子はすぐに体を起こし、大丈夫というふうに手を振りました。幸い崩れた地面は低く大きな怪我はしてはいないようです。姫はほっと胸をひとなで。だけど姫は自分の手を見つめます。そこには王子を引き上げることもできなかった非力で小さな手。姫はこれから先もちゃんと王子を守っていけるのか不安を感じ始めるのでした。そうか、ほんと普通の人間の女の子っていう感じなんだね。なんだあいつ。近づいても大丈夫かな。まあ、猫は味方っていうしね。うひっ。かわいいな。さ、様子見で。ちょっと先に行こうかな。右側は何もなし。左側か。猫ちゃん可愛かったね。あ、いけない。さあ、オートセーブが入って。ウキ。はははは。あー、なるほど。投げては来るけどっていうとこか。考えたな。後ろに投げるのよね。よし、オッケー。で、先に危ないから。あ、逃げた。あの野郎。おお。めちゃくちゃ飛んだな。狼も飛ばしてくれるのか。それちょっと考えもんだな。
よしよしよし。で、ここは。あれ嫌な感じの飛び方してるな。まあまあ、慎重に行こうかね、慎重にね。いけないということは、こっち側か。右側なんかあって、はい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 。はいはい。で、ぐるって回ってくるのか、結局。意外と。こうやって考えるとだいぶ王子は脆いね。飛んで、よし、これで OK。 怖えな猫ちゃん。お願い。よし、お、ちょうどいい感じだね。はい、じゃあ今回ここまでにしましょう。いや、猫ちゃん可愛かったけどな、投げ方雑なんだよね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。